はい、教えて井上市長ジャーナルです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はいつもうちの番組手伝ってもらってます、はい、大国千代奈さん。今日はなかなかまたいつも美人だけど、今日もすごく美人ですね。あ、そうですか。やっぱり目が悪いんですかね。メガネ変えたんだけど。あ、違う。今日どこ、ここは、ね、今日はですね、すごく素敵でしょう、うん、趣があって、うん、佐原区原にある和カフェ鈴城さんに本日は井上市長をお呼びさせていただきました。和カフェ。あ、はい、ここは千代ちゃんの、いつもお世話になっているご夫妻のお店です。あら、素敵ですね、はい、なかなかね、趣のあって素晴らしいところがあって。そうでしょう。ここのですね、ランチのコースが素晴らしいんですよ、うん、食べたかったのでしょう。本当にお腹空かしてきたのに。すいません、月に10日間だけの予約制のコースになるんですよ、うん、それで今日はですね、はい、何をしに来たかと言いますと、はい、やったんですね、これ。やりました。やり散らかしました。エディット・ピアフ物語、はい、愛する人へというですね、一人芝居をされましてですね、その一人芝居をよくやったね。はい、暴挙に出ましたね。暴挙に出ましたね、はい、そんなある日、父親がたまたま私のそばにいない隙に、彼は私のもとに走り寄って、私の腕をつかむと、そのへたいの目は青く大きくて、まるで大空のよう。今まで一人芝居でやったことあるの？ないです。だってセリフ覚えるのが覚えられないと思ったんで。これさ、まあ、これ福岡公演の台本ですけど、はい、これ全部字が書いてあるじゃないですか。全部字が書いてあります、ね、これ誰が全部やるの？これ私でございます。すごいなと思います。よく覚えられたねっていうか、まあ、それは当たり前か。いやー、さんはでも私とにかく一人芝居は何年か前から声はかけていただいてたんですけど、うん、とにかくセリフ覚えが悪いんですよ私、うん、それにパニック状態になったりすると、緊張するとたった 1,2 行のセリフを何百回やっても覚えられないこととかがあって、本当に恐怖だったんですけれども、まあ、たまたま今年女優でどこまで頑張ってやれるのかっていうことを考えて動いてみようと思って、うんうんうん、東京と福岡をこう行ったり来たりすることが多くて、その中でたまたまご紹介いただいた方が、うん、新宿にある健康プラザハイジアというところの館長さんで、新宿、はい、おいおい、歌舞伎町なんですけれどね、おいおい、でそこの館長さんがいつもクリスマスのイベントをやっていて、うん、いろんなアーティストの方、まあ、演奏家から、そして落語家さんとか大道芸人の方とかパフォーマンスをするので、その人はこう君にあげるから一人芝居してごらんって言われてやろうと思ったのが発端です。いや、 やっぱりね、芝居だけだったらどうしても1、うん、2時間近くあるん で、ね、なんですけど、歌がこう入って、それにこれバンドネオンという、ね、素晴らしい、素敵ですね、でしょ、うん、もう世界一の奏者ですからね、もう私の自慢の後輩。あ、後輩なんですか。はい、学生時代の後輩なんですけど、だからそのバンドネオンと千代奈ちゃんの演技、はいはい、僕どこまで演技なのかよく分からなかったんだけど、エディット・ピアフってどんな人でしたっけ。エディット・ピアフは、まあ、情熱的な女性で、うん、まあ、ちっちゃい時に親から捨てられたこともあったので、愛を求めて生き続けた女性で、うん、まあ、歌うことでこう愛を得るっていうこともされてたと思うんですけれども、歌と歌手としてすごく名声を得て、うん、はい、お金もいっぱい入ってきたけども、はい、まあ、麻薬中毒だったりアル中だったり事故にあったり病気をされたり、でも愛する人を事故で亡くしたり、亡くしたり、そうそう、それで結局は多額の借金を抱えたまま亡くなっちゃうんですよ。だけどそれは最後に結婚した男性が、彼女が亡くなってから8年間かかって彼女の借金を完済してくれて、年下の、そう、しかもその彼は完済した後すぐに交通事故になって亡くなっちゃうんです。あら、悲しいね。でも悲しいけども、うん、悲しい人だから歌い上げた愛の賛歌、そうそう、これを聞くとジーンとしますよね。ですね、いろんな人生の波乱万丈があったからこそ、うん、やっぱり人の心をえぐるような、うん、心の叫びの歌が歌えたんじゃないかってセリフにもあるんですけど、あった、本当にそういう人間の生き様を彼女は本当に体現して、うん、力いっぱい命をかけてなんか表現した方なんじゃないかなと思って、だからこそなんかね、だいぶ亡くなってから時間が経っても愛されているんだろうなって思う。生命力の塊みたいな、そうですね、七電波としながらもね、うん、命を燃やし続けたエディット・ピアフの物語をぜひとも皆さんにご覧いただきたいと思います、はい、エディット・ピアフはフランスを代表するシャンソン歌手でもあり、
フランス人の象徴とも言われたような女性です。彼女はその小柄な肉体からは想像もできないほど力強く心の叫びを歌った歌を多く歌っています。代表作に愛の讃歌やバラ色の人生がございます。この度は私が演じました愛する人へエディットピアフ物語をネット配信することが決まりました。3台のカメラにて様々な角度から舞台の魅力を余すところなくお伝えさせていただきます。遠方で足を運べなかった皆様、そしてもう一度あの感動体験を味わってみたいという皆様、ご視聴いただけると幸いです。こちらの下の概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらをクリックしていただけますとご視聴いただけます。エディットピアフの波乱に満ちた愛の詰まった物語、ぜひともご覧ください。